こんにちは、シエルです。ハッピーニューイヤーということで2021年がスタートしましたが、皆さんお正月はいかがお過ごしでしょうか。年越しは年越しそばを食べようと思ってお蕎麦買ったんだけど、なんやかんやバタバタしてて気がついたら年が明けちゃってたんで、年が明けてからお蕎麦を食べました。年明けそばになりました。元旦はお雑煮を作って食べたんですけど、紀ノ国屋で買ったね、この丸い餅、このね丸い餅がすごい美味しくて、なんか甘みがあるというか、そうで、すごい元旦からお餅食べながらちょっと感動しました。お餅自体が好きなんだけど、今日はねお正月ということなので、こちらのお汁粉を作りたいと思います。これもね紀ノ国屋で買ったんだよね。こちらのお汁粉もお餅もお湯で温めてねパパッと作れるんですけど、まあ、そんなお汁粉を食べながら語りたいなと思います。でお汁粉食べながらお茶飲みたいなと思って、年末にギフトでいただいたものがあったので、そちらを開けたいと思います。はい、こちらのねティーセットをいただいたので、こちらのね箱の中にティーポットが入ってるんだけど、その中にお花のお茶が入ってるんですよ。お花のお茶って何って感じなんですけど、ティーポットにこちらを入れるとお花が咲くという。でこちら見てください、いきますよ。はい、こちらじゃん、はい、こんな感じでこっちにティーポットが入ってて、そうすごいよねこれ。ウィーン、箱に対してお茶少ないなと思ったらね、こういうシステムでした。ティーポットこんな感じね、可愛いですよね。はい、一種類ずつなのでちょっと悩むね、どれを飲もうか。あ、東方美人ってよく聞くかも。なんか最近流行りのさ、タピオカ屋さんとかに置いてありません？花言葉がいろいろあるんですけど、両手いっぱいの愛、一目惚れの愛、万事大成の予感、相思相愛、愛らしい乙女心。花の種類、金星花っていうのかな。花言葉、思わぬ金運の訪れということで、せっかくなら金運をね、まあ、去年1年間ちょっとエンタメ業が結構吹き飛びましたので、お仕事がうまくいったらなと思う。というわけでお茶を入れていきたいと思います。はい、ではせっかくなのでお茶をいただきたいと思います。お茶を入れつつお汁粉も作っていきます。お餅は3つも食べちゃいます。お汁粉の素はフライパンのお湯で温めます。お餅の方はお鍋にお水を入れて、その中にポンポンポンと丸餅入れて、沸騰したら2分ぐらいでいい感じになるそうです。こちらがね入ってるお花の名前のやつですね。かわいい、一個一個がすごい。あった、金華さいさい、思わぬ金運の訪れね、皆さんの金運のアップにもなりますように。はい、開けて、あ、見て、あ、いい香りだけど、どっちが上だこれ。金華さいさい8分目ぐらいまでって、ゆっくり注ぎます。曇っております。あ、お花が動いちゃった動いちゃった。8分目ってどれぐらいだろう、こんなもん、こんなもんかな。端っこに寄ってるじゃないか。ちょっと黄色いお花が見えてきました。待ってみます、お汁粉の方行ってきます。お茶はどう？あ、なんかちょっとずれとる。熱い。もうちょっと開きそうですよね。もうちょっと開きそう。お椀にお汁粉の素を移し替えました。お餅さんはこんな感じでグツグツなってます。もういいかもしれません。完成です。お汁粉、餅3つ。お茶の色も結構濃く出てきた気がします。というわけで、こんな感じで金華さいさい、花が開きました。すごいいい感じの色味ですね。お花のお茶です。金華さいさい、なんかジャスミン茶っぽい感じかも、想像は。うん、なんか金運が上がりそうな黄色だね。体に吸い込ますとこ金運のあれを。ただ本当に私猫舌で飲めないんだよね。ということでお汁粉からいこうと思うんだけど、お汁粉も熱いんだよな。丸餅、うーん、
このやお餅やっぱ美味しい。甘みがすごい美味しい。うん、あこのおしるこのぜんざい小豆入りのも美味しいね。いい感じの甘さ。金運に乾杯。うん、飲みやすい。あ美味しい。すっごい好きでしてる。ジャスミン茶に近い感じか。うん、金運がアップしました。今お花も開いたし、いいね、いい感じです。年明けてからなんか変わったかって言われると何も変わってないんだけど、相変わらず、まあ、映画と海外ドラマを見てます。あの海外ドラマのコブラ会シーズン3が配信されました。もうそれを今楽しみに生きてるって感じかな。か2021年今年の目標をねちょっと考えたいなとか思いつつも、去年の1年間のこともあって結構人生迷子なので、ちょっともうちょっと迷子を続きそうな感じします。こうしようっていうのがまだなかなか見つからなくて、まだいろいろ自分の中で結構様子見てる感じかなっていうのが、まあ正直なところですね。まあちょっとねイベント業はまだ少し厳しいかなっていう感じはするので、そのマジシャンとしてのイベントごとは、まあ、ちょっとまだまだ様子見な感じなんですけれども、お茶も美味しいし金運もアップしたし、お餅も美味しいし最高のお正月です。で、あ、そうそうそう、去年ね私お茶ブームだったので、もともとはコーヒー系っていうのかな、カフェラテとかそういうのが好きだったけど、去年はすごいお茶ブームが来てたんで嬉しいですね。こういうお茶のギフトはありがとうございます。残りのねお花のお茶飲むのも楽しみです。皆さん今年もねどうぞよろしくお願いします。あのたまにねマジックショーを見に行きたいって言ってくださる方がいるんだけど、なかなか今ね一般公開イベントとか、まあ、集客イベントって厳しいので、またねそういうのができる時になったら皆さんに見てもらえたらなと思います。 YouTube の方ではねいろいろ、まあ、日常的な動画をね今年もたくさん上げていけたらなと思っているので、見てもらえたら嬉しいです。で皆さん今年もどうぞよろしくお願いします。そして素敵な1年を過ごしてください。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。